スタウトはトヨタ自動車が生産していたボンネット型トラック。かつてはトヨペットスタウトという社名であった。ここではスタウト以前に登場した小型ボンネット型トラックについても扱う。これらはスタウトのルーツと言うべき車種であるが、個別記事にする情報量としては非常に少ないため、全詞という項目に集約した。トヨタ発の小型商用車。 1945年12月に開発が着手され、1947年4月に発表された。1952年2月までに12,796台が生産された。積載量1トンの小型トラックで 1000cc の S 型エンジンが搭載された。また、SB 型と共通のシャシーに乗用車のボディを乗せたセダンも製造された。 SG 型トラック1951年10月に乗用車の SF 型がリリースされ、遅れて1952年2月にトラックがモデルチェンジされた。ヘッドライトがフェンダーにはめ込まれたデザインへと改良された。SG 型は1953年10月までに7749台が製造された。1953年8月にはマイナーチェンジされ、 SK 型となった。また、10月には1.25トン積みの RK 型を追加。RK 型には、トヨペットスーパーと共通の R 型 1500cc エンジンが採用された。以後は RK 型が主力となり、SK 型は1954年7月まで製造された後、シャシーはトヨペットライトトラック SKB 型に引き継がれることとなった。 1955年3月のマイナーチェンジで RK 型は1.5トン積みとなりフロントグリルが一開口のデザインとなった RK23 型トラック1956年4月登場キャビンはマスターのものを流用しており独立したフェンダーを持たない近代的なスタイルとなったこれは予想外の短命に終わったマスターの 生産設備の焼却を早める目的があり、この RK 型のほか、初代マスターラインや初代コロナにも流用されている。マスターラインピックアップのヘビーデューティー版という位置づけであり、積載量が異なるほか、マスターラインが2台まで1体のボディを持つのに対し、RK 型は独立した2台を持つ。1958年4月、コラムシフトの採用により3人乗りとなる。 7月には1.75トン積の RK35 型となった。1959年6月、愛称をスタウトへ変更。顧客や販売店からボンネット型のトヨペットトラックとセミキャブオーバー型のトヨペットルートトラックの社名が似ていて紛らわしいとの声が多かったことから、トヨタ自動車工業、トヨタ自動車販売。 いヨペットトラック販売店の社員による愛称募集が行われ、ボンネットトラックは強い、頑丈な、勇敢ななどの意味の英語から、スタウト、セミキャブオーバー型は力強い、動的ななどの意味を持つダイナミックから、ダイナと名付けられた。双方ともにモデル途中での解明である。ダイナのルーツであるルートトラックは RK52 型、RK60 系ともに、 RK 型トラックをセミキャブオーバーに仕立て直したものでパワートレインやシャーシを共有する姉妹関係となる。スタウト1900スタウト20001960年モデルチェンジ45系となる。先代とは一転してスクエアなフロントマスクタンブを跳ね上げたフロントバンパーラップアラウンドタイプのフロントウィンドシールドエアインテークを連想させる。 フロントフェンダー上のマーカーランプなど、アメリカ車のテイストを取り入れたスタイルへと変貌を遂げた。車体寸法はやや拡大し、全長四千六百九十ミリメートル、全幅千六百九十ミリメートル、全高千七百五十ミリメートルと、高さ以外は、小型車枠一杯となった。はしご型フレームと、前後、リーフリジットサスペンションの構成は受け継がれているが、スプリングレートは、 幾分下げられており、乗り心地の向上が図られている。バリエーションは、シングルキャブ、ダブルキャブ、ライトバンの3種となった。中でもライトバンのドアは、1957年登場のプリンスマイラーをベースとしたプリンスライトバンに続き、右が1枚、左が2枚の3ドアで、このドア配置は、同じような成り立ちの6代目、シボレーサバーバンにも波及した。 1962年2月、南アフリカ共和国のトヨペットコマーシャルス社との間で代理店契約を締結。同年6月より、現地のモーターアッセンブリー社で RK45 型のコンプリートノックダウン生産を開始。1963年、1900cc の3、R 型エンジンを搭載した RK100 型を追加、ヘッドランプも4等式に変更する。 また、数世代にわたって、小型トラックのベストセラーとして君臨していた、ダットサントラックの画像を切り崩すため、オーナードライバー向け1トン積みトラックのトヨペットライトスタウトが、派生者として誕生している。1967年、マイナーチェンジでエンジンを 2000cc の 5R が耐え、統一、形式は RK101 となる。合わせて、社名をトヨタスタウトへ解消。 外観では、フロントグリルとヘッドランプベゼルの衣装を変更。1968年、日野自動車とのジョイントベンチャーであるブリスカが、ハイラックスにモデルチェンジし、ライトスタウトも後に統合される。スタウト2000は、ドラマ、北の国から、で、黒板化の自家用に使われている。1981年、トヨタスタウト1979年、登場。キャビンは、 ハイラックス N30、N40 系用にオーバーフェンダーを追加し、流用。海外向けには2.2リットルの 20R 型エンジンの設定もあったが、国内は 5R 型を無塩ガソリン専用に改良し、引き継いだ。以前から、国内の1.5トン積以上のトラック需要は、ほとんどがキャブオーバー型へと移行しており、110K スタウトのほとんどが海外へ向けて輸出された。 また、それを端的に裏付けるかのように、二度のオイルショックを経験したこの時期においてもディーゼルエンジンは設定されていない。ダイナが遊泳記号を変えた後もスタウトは、K を守り通し、また、その誕生から終焉までを RK エンジンと共にしている。SA 型乗用車、SB 型、トラック、トヨタ企業サイトトヨタ自動車75年史。 h t t p s w w w t o y o t a c o j p j a p a n c o m p a n y h i s t o r y 7 5 e a, r, s, /text:/taking on the automotive, business, chapter 2, section 8, item1dhtml2019 年1月5日、閲覧。SF 型軽乗用車、SG 型トラック。 トヨタ企業サイトトヨタ自動車75年史 https コロンスラッシュスラッシュ www.toyota.co.jp スラッシュジャパンスラッシュカンパニースラッシュヒストリースラッシュ7 5 e a, r, s スラッシュテキストスラッシュでキングオンザオートモーティブ、ビジネス、チャプター2、セクション8、アイテム1、fhtml2019 年1月5日、閲覧。トヨペットトラック RK 型。 トラック、トヨタ企業サイトトヨタ自動車75年史 https コロンスラッシュスラッシュ www.toyota.co.jp スラッシュジャパンスラッシュカンパニースラッシュヒストリースラッシュ ars スラッシュピークルリネージカー ID60007272 インデックス HTML2019 年1月5日閲覧 SH 型軽乗用車 SK 型、トラック、トヨタ企業サイトトヨタ自動車75年市、https コロンスラッシュスラッシュ www.toyota.co.jp スラッシュジャパンスラッシュカンパニースラッシュヒストリースラッシュ7 5 e a, r, s スラッシュテキストスラッシュテイキングオンザオートモーティブ、ビジネス、チャプター2、セクション8、アイテム 1GHTML2019 年1月5日、閲覧。 トヨペットトラック RK1.5 型、トヨタ企業サイトトヨタ自動車75年市、https コロンスラッシュスラッシュ www.toyota.co.jp スラッシュジャパンスラッシュカンパニースラッシュヒストリースラッシュ 75i, ars スラッシュビークルリネージカー ID6000 万7715インデックス HTML2019 年1月5日閲覧 トヨペットトラック RK23 型、トヨタ企業サイトトヨタ自動車75年市、https コロンスラッシュスラッシュ www.toyota.co.jp スラッシュジャパンスラッシュカンパニースラッシュヒストリースラッシュコア e a r s スラッシュビークルリネージカー ID60007730 インデックス HTML2019 年1月5日閲覧 尾関和夫日本の商用車列伝第8回カレーなる、ボンネットトラック時代、ミキショボ防 M ベース2013.12、27半、第3項ノックダウン輸出の進展トヨタ自動車75年史第2部第1章第5節国内販売体制の、拡充と、海外市場の開拓海外生産事業体の、変遷トヨタ自動車75年史自動車事業、生産、生産技術、物流、 調達生産、海外生産、ありがとうございます。